瓦礫を移動させる作業が行われていました見守っていた中浦正勝さん60歳ですお家がいくつかあってでそれで、えー、この道が通れないことによってちょっと難民状態になっているんでそれを解消しようと中浦さんの自宅に大きな被害はありませんでしたが隣の建物が倒壊そのため建物の安全性を判断する 応急危危険険度度判定で一番がが高いいいことを示す赤い札が貼られていましたしかし中浦さんは危険と判断された自宅で生活することを選択水の補給さえできれば暮らせる状態なので避難所の負担を少しでも軽くできればと住み続けています。 事業をやってますので、その再建のこともありますし、一、まあ、日一日と状況変わっていくので、やはりその状況に合わせて、あの私たちも対応することを考えていかなければならないと、えー、弊社のスタッフも、えー、この地に残っているものがいますんで、まあ、そういった人たちの心の支えになるというような気持ちもあります。中浦さんはプリンなどのお菓子を作る会社を経営、輪島市に本社を構えています。 自宅では母親と妻との3人暮らしで地震発生後母親と妻は金沢市に避難中浦さんは事業再建のため1人残りましたしかし危険と隣り合わせの暮らし余震も続く中今の気持ちはまあまあ不安はありますけども,もう結構開き直ってますね、はい、考えていていいもあんまキリがないので まあ起きていく状況に対処するというやっぱり心構えで、ー、います。また輪島市内ではこんな選択をした人も、今年創業80年の時計店を夫婦で営む山下睦宏さん68歳と妻の久美子さんです。で今まで娘ん家であの避難させてもらってたんですけど、アパート決まったので荷物とか取りに来ました。 店ががある建物は応急危険度判定で赤い札が貼られました2階と3階が住居スペースですがこのまま暮らし続けることはできないと考え今月5日までは避難所で生活6日以降は金沢市に住む娘夫婦の家に身を寄せこれから金沢市が提供する市営住宅に住むことを決めたといいます。 悲しいですし、娘はもうよくしてくれるんですけどしばらく金沢で頑張るってみんなで言ってるんではい、輪島絶対帰ってきますこちらも輪島に残り家族と避難所生活を続ける坂口正明さん、六十一歳です伝統工芸の輪島塗りの巻絵師で自宅は柱や壁が大きく傾き仕事は続けられなくなりました 危険度判定は、赤札です 2>, まあ2週間過ぎまして、かなり生活環境としては整ってきていて輪島市は現在、被災地以外への二次避難を住民に勧めていますが、坂口さんが輪島に残る背景には。これからのその、なんていうんですかね。 生活のことを立て直すことも含めて、自分はここにいた方が情報としてて入ってくるなと元日の地震で突然、平穏な生活を奪われた能登の皆さん、地元で復興を待ち続けるべきか、離れて暮らしを立て直す道か、それぞれ悩ましい選択を迫られています。